専門誌とは、日本において、一定の要件を満たす専修学校の専門課程の2から3年生の学科を卒業したものに授与される、称号である。教育課程としては、高等専門学校と同等である。英語表記は、ディプロマ。専門誌の称号は、文部省が1994年、専修学校の専門課程の修了者に対する、 専門誌の称号の付与に関する規定第1条及び第2条において、専修学校の修了者に対する社会的評価の向上と生涯学習の進行を目的として定めたものである。冒頭にある通り、専門誌は専修学校の卒業生に対し授与される称号である。多くの専修学校は2年生であり、修学期間がほぼ同じである。 短期大学や高等専門学校とは同等である。よって短期大学にて授与される短期大学士の学位と高等専門学校において授与される準学士の称号とは教育課程上の位置づけはほぼ変わりはない。ただし短期大学士は国際的に通用性のある学位であり、準学士は学士や短期大学士の学位に準じた学術称号であり、対して 専門誌は、専門技術に対する評価を与えるものであることから、その意義は異なる。また、逆に、純学士、高度専門誌、専門誌の称号とも法令によるとはいえ、あくまで日本固有の称号であり、必ずしも国際的な通用性は伴わない。そもそも、旧制の専門学校においては、一部分野の卒業者に対して、特業士の称号が授与されていたが、 1976年に制度創設された専門学校には特に称号の定めがなく、修了時における称号の授与もなかった。ところが、専門学校の社会的評価の向上と、留学生からの要望が増大したことなどの背景があり、こうしたニーズに応じて創設されることとなった。1999年4月1日に、 学校教育法等の一部を改正する法律が施行され、専門司称号を受けた者は、大学3年次への編入学が制度として認められるようになり、また、かつては、短大卒、大学2年次修了などが条件とされていた、国家資格の受験資格が認められるようになるなど、専門司称号の実際面の価値も増している。ただ一方で、この称号が、 格別高い能力を保障し、リクルートメントの面で社会がそれを高く評価するかという点には疑問であり、むしろ専門学校在学中に定た資格なり能力、技術その他の面で評価されているという方が実態に近い。そのためか、短期大学の通信教育部と提携し、在学中に短期大学士と専門士の双方を取得できるカリキュラムを組む。 専門学校も存在する。いずれにせよ、専門士の称号を通じて、専門学校卒業者には、今後社会の門戸が広がりつつあることは、間違いなく、学歴社会の中で、一律大学入学志向のような、慢性的深度選択を迫られてきた、これまでの青少年の深度に多様性と可能性を与えるきっかけにはなったのではないかとも考えられる。 法的機械均等の面では、大学学部卒も短期大学、高等専門学校、専門学校ともに同一の評価には乗っているともいえ、就職の評価にもつながる学歴面や資格取得面で多少の差異が出る点はともかく、機械の拡大の面では、階級的な学歴構造から多様性の含む学校教育制度へと転換しつつあるといえる。かつては、 専門誌の英文表記には、テクニカルアソシエートという言葉を用いてきたが、コード専門誌の付与制度を始めるにあたり、英文表記の変更も検討された。そして、2006年3月22日の文部科学省、生涯学習政策局の事務連絡で、専門誌の英文表記が、リプロマに変更されたことが発表された。2005年9月9日、 専修学校の専門家庭の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規定が改正され、専門士の称号に加え、高度専門士の称号が創設された。今後、専修学校専門家庭をめぐる教育において、高度専門士と専門士の称号がどのような意義を果たしていくべきか、今後とも模索されていくものと思われる。修了した家庭に応じ以下の8分野の称号が、 与えられ表記は日本語では、専門誌、英語表記では、ディプロマもしくは、ディプロマインとなる。専修学校が、卒業生に対して、専門誌の称号を付与できるためには、以下の要件を満たす必要があるとされる。なお2005年、修行年限4年、総授業時間3400単位時間以上など、一定の要件を満たした、専修学校の卒業生には、 高度専門誌の称号が授与されることとなった。2011年以降の動向としては、法務省がそれまで日本へ留学をした外国人が再度入国する際に、学士の学位を必要としたのに対し、閣議決定に伴う在留資格の見直しによって、専門誌の称号を得た外国人に対して新たに在留資格を認めるとの決定がなされており、従来、 国内の称号としてのみ機能してきた専門志望が国際的な意義を有する傾向を帯びるようになっているなど専門志をめぐる状況も刻々変化しつつある。ありがとうございます。